こんにちは。今回は2021-2022オフの移籍市場での町田ゼルビアの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手をピックアップしました。本日は2021年の10月1日です。今年も残りは3ヶ月となりました。 J2 は31節が終了しましたが、京都と岩田の2強が抜け出しました。新潟や町田や長崎や甲府などは J1 昇格は難しくなってきました。安定して勝ち点を積み上げた町田はいいシーズンを過ごしていますが、2位の岩田との差は11です。2位以内はかなり難しくなりました。 J1 昇格が難しくなって、そろそろオフの移籍話が気になる時期になりましたが、今回ピックアップするのは町田ゼルビアです。町田以外の J2 の21クラブの動画もすでにアップ済み、もしくはこれからアップする予定です。本動画の構成ですが、まず最初に2021年シーズンを振り返った後、現チームの強みと弱みはどこなのかを数字を用いて示したいと思います。その後、町田の補強やチーム作りの傾向や考え方を述べた後、今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手を6人挙げました。5番目で町田の補強ポイントを述べた後、最後に今オフに町田が獲得できたら面白いと思う選手を18名だけピックアップしました。それではスタートです。まず最初は2021年シーズンの振り返りです。31節が終了しましたが、16勝8敗7分けで4位に位置します。好成績を残していますが、2位の岩田との差は11なので2位以内は難しくなりました。来シーズンも J2 に所属する可能性が高まっています。 J2 復帰後の成績ですが、7位、16位、4位、18位、19位、4位なので波が激しいことがわかります。10位前後のシーズンはなくて、上位か下位かのどちらかです。今度は今シーズンの町田の強みと弱みを数字で示したいと思います。まず最初は主要プレイヤーの個人成績です。10番の平戸は31試合で7ゴール3アシストを記録しています。素晴らしい活躍を見せていますが、長谷川アリアジャスールや吉尾や太田や中島もゴールとアシストを積み上げており、攻撃陣はたくさんの選手が結果を残しています。キーパーは福井がここまでフルタイム出場を果たしています。一方、センターフォワードの軸になることが期待されたチョンテセやドゥドゥはここまで3ゴールのみと結果を出せていません。ダブルボランチは高江と佐野で不動です。最終ラインは奥山と深津が中心になりました。31節終了時点での各種のスタッツはこのようになります。1試合平均の得点数は 1.61 で3位タイとなります。また失点数も 0.94 で3位タイです。どちらも素晴らしい成績を残しています。シュート数は9位で、枠内シュート数も8位となります。ボール支配率は 47.0% なので平均以下です。ドリブル数とクロス数はともに19位なので J2 の中でも下の方になります。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーからの得点は J2 で10位タイとなる12得点です。セットプレーからの失点は8失点となります。平均年齢は 27.83 歳で高い方から数えて6番目です。平均身長は 177.14cm で10番目なので J2 平均程度と言えます。今度は補強やチーム作りの傾向や方針や考え方についてです。大きな変化が起こったのは2018年の秋です。サイバーエージェントが経営権を獲得して資金力が大幅にアップしました。本気で J1 昇格が狙える体制になったことで、目先の勝利にこだわるだけでなく数年先を見据えたチーム作りが求められるようになりましたが、ポポビッチ監督になってからチームの平均年齢が一気に下がっています。過去5年間の平均年齢はこの通りです。
豊富な資金力を生かして高江や平戸など他クラブの有望な若手を完全移籍で獲得するケースが増えてきました。積極補強で J1 昇格を目指している最中です。 J1 ライセンスも取得することができました。今オフ退団や移籍や流出が考えられる選手というとボランチの佐野海舟とアタッカーの平戸です。共に J2 では屈指もしくは有数のプレイヤーです。期限付き移籍の吉尾を引き止めることができるのかは注目点です。他には正キーパーの福井、右サイドアタッカーの太田、堅実な守備が特徴となる奥山も J1 のクラブや J2 の上位クラブに狙われる可能性があります。今度は今オフの町田の補強ポイントを挙げたいと思います。最優先補強ポイントは以下の3つです。フォワードの軸になれる選手、攻撃の中心になれるアタッカー、サイズのある若手もしくは中堅世代のセンターバックです。フォワードはドゥドゥとチョンテセがいずれも3ゴールのみと期待に応える活躍はできていません。他にはドリブルで仕掛けることができる選手、左利きで攻撃力の高い左サイドバック、守備力の高いレギュラー格のボランチも補強ポイントに挙げられます。ドリブル数は昨シーズンが22位で今シーズンも19位です。ドリブラーと呼べる選手はあまり多くありません。最後に今オフに町田が獲得できたら面白いと思う選手を挙げてみました。まず最初はフォワードの軸になれる選手です。清水のディサル・アキラ・シルバーノ、愛媛 FC の藤本、新潟の鈴木浩二の3人を挙げてみました。ディサルは昨シーズンは J2 で18ゴールを挙げています。藤本は J2 で9ゴールを挙げているオールラウンドなフォワードです。鈴木浩二は元町田のエースです。今度は攻撃の中心になれるアタッカーです。清水の西澤、柏の神谷、長野の三田の3人を挙げてみました。西澤は2020年は J1 で10アシストを記録しました。神谷はボランチでもプレー可能です。今度はサイズのある若手もしくは中堅世代のセンターバックです。広島の今津、札幌の岡村、相模原の木村の3人です。今津は甲府で活躍しました。岡村は群馬で活躍して札幌への個人昇格を果たした選手です。相模原の木村は FC 東京が保有権を持っています。今度はドリブルで仕掛けられる選手です。ヴェルディの山下、浦和の田中達也、栃木の森俊樹の3人です。山下は J リーグ屈指のスピードを誇るスピードスターです。浦和の田中達也はスピードとキレを兼ね備えたサイドアタッカーです。栃木の森はチームの顔であり10番を背負っています。今度は左利きで攻撃力の高い左サイドバックです。パースグローリーでプレーする太田康介、宮崎の大熊、セレッソの小池の3人を挙げてみました。太田康介は町田 FC 出身で、中学年代は町田の下部組織でプレーしています。大熊は J3 屈指の左足を持った選手です。今度は守備力の高いレギュラー格のボランチです。千葉の熊谷アンドリュー、秋田の稲葉、熊本の川原の3人を挙げてみました。熊谷アンドリューは181センチの長身です。秋田の稲葉は J2 を代表する守備型のボランチです。以上になります。最後に今オフ並びに来シーズンの町田はどうなるのかを考えてみました。ポポビッチ監督は続投はほぼ確実と言えますが、勝負の1年になるでしょう。J1 に移籍してもおかしくない有望株がたくさんいるので、今オフは主力の流出をどこまで抑えることができるのかが注目点です。J1 から J2 に降格しそうな4チームの顔ぶれを考えると、2022年シーズンは町田にとって大きなチャンスの1年と言えます。J1 初昇格を果たしても何ら不思議はありません。
今回の動画は以上です。町田以外の J2 の21クラブの動画はアップ済みもしくは今後アップする予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックするときはそれ以降の時間帯に確認してください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。